ばいね。まあの2時間番組の真ん中のところで石坂のステージあるじゃない、うん、あそこで一回終わっちゃうよね。そうなの、また来週って感じだったね。皆さん今日も一日頑張りましょうみたいな感じですよね。なんかいいな、歌が上手いっていいなあれで伝わるもんね。ねえ、うん、歌はいい、音楽はいい。次回生まれてくるときにはすっごい歌が上手な人で生まれてくるようで、うん、私も今やってるじゃん。でもちょっとあのね上手にさ久坂のように歌えるようになりたい。いや、なかなか久坂のようにはならないね、うん、あの何回かお話ししたかもしれないけど、うん、うちらこの世界に10年おりますので、目の前でシンガーの人を歌うことがあるでしょ、ね、で、アルバムももらうじゃない、うん、で、ステージも行くじゃない。この3つが揃った人はほとんどいないんですよ、数名しか。だいたい生でね、そこまでなかなか歌えないみたいですよ。うん、そうでしょうね。なんだかキーが変になったりね、声が出ないので歌手って言っちゃダメとかと思うんだけど、やっぱり本物ってどんな環境だったりどんなシチュエーションでも変わらないっていうのって大事ですよ ね。イズムではその2人しか紹介してません。本当にあのそこを見とくと違いが分かりますよね。分かるよね。誰に言ってんの。レシコレシコのお友達だから。あ、そっか。あの2人のなんだかずるいよね。英語ができるっていいよね。英語もできなくちゃ。そうなのよ。忙しいね。フランス語にする。どれも半分ずつとかいいかな。歌のあと半分上手で、英語のあと半分上手。そうね。でもどっちも中途半端ですね。うん、どっちがいいかな。でも今ないんだから次中途半端ぐらい。ゼロだから。ゼロだから。そうだね。これで5分ぐらい語るって面白いね。行かない次のコーナーありましたね、この番組で。なかなか言わないっていう。だってさ、感動ね。あの集合だった、本当に。はい、じゃあ、あなたのコーナー行きましょうかね。行きますか。じゃあタイトルコールから行かせていただいてよろしいでしょうか。はい、ワンワン物語。毎週第2月曜の番組ズーランドはハートレスキュー隊を応援しています。考えるだけでなく感じてほしい、そんな思いでスタートしました。新しいワンコの応援隊を作ろうとしていますよ。その一つの活動にキリンさんと一緒にやっている指切り原版ストーリーがあるんでございます。この久々の後にこのワンワンっていうのもなかなかね。なんかちょっとほらテンション全然違うから、だからあそこでまったり一回ね、うん、終わりかなと思ったところでテンション変えるにはいいじゃない、うん、あ、そうだね。いやいや、まだ1時間あるよって。寝ないでね。そうそうそう、立ち返しないでね、ね、さあそんな気持ちでねやっていきたいと思いますが、じゃあちょっとあの、ただいまアクシデントがあるので、私その間にちょっと話したいことがあるので。あ、どうぞどうぞ。昨日体験してきました、名前がちゃんと分かんないんだけど、ハイドロセラピー、合ってる？ワンコのハイドロセラピー、ハイドロセラピー、うちのワンコ体験したんですけどね。私ね、今日、今朝ね、ブログ書いてて、泣いちゃったの。なんかね、写真見て、映像見てたら涙が止まんなくなっちゃってね。あ、このことを伝えなくちゃと思ってね。うちの子って一人っ子なんですよ。で、引っ越したのもあるし、まあ、本人の性格もあるんだけど、あんまりお友達が多くなくて、でだからで去勢してないのでね、ドッグランもちょっと危険なところもオスが来ると敵ってなるのでね、シュナウザーなので筋肉の塊なので、もう許さんとなると向かっていくのでね、自由にあんまり本当に数少ない未知なところのお家の、あのデイ君だけ、うん、少なって言ったらね、その場所がね、まぁ、あ、ちょっと車でね、うん、いないだっけ、いないですね、はい、なんだけど、まぁ、あ、楽しいおもちゃがいっぱいあって、もう自由にね、なんだかスーッと入れてもらって、うん、で、お部屋の中でおしっこもしたことない子なんだけど、初めてチャレンジしたなんかできちゃって、10年間ですからね。10年間やったことがない。そう、したことなかったないのにできて、2回目も誘導したらちゃんとできて、で泳がせてみたら、あの
ふわーっと浮いてるっていう物体が浮いてるみたいな感じですよ。黒い物体がね、ふわふわふわって面白くてね、うん、でもなんか笑ってるのね、あの子の写真が、うん、全部ね。そうですね、明日もう涙止まらなくなっちゃってお母ちゃんも朝から涙腺弱い弱いと思って。パパですね親バカちゃんね。そうか、こんな幸せなことがあったんだこんなところにと思って、ね、だからさ、まあ、あの写真もね動画も私も Facebook に上げたんだけど、知らないってさ、あのやっぱりそういうことを知らないで終わっていく子たちもたくさんいてね、だけどちょっとその飼い主さんがアンテナ立てたりとか、あの自分の子に対してこう関心を持つっていうの。そうだから ね、何に悲しかったかって、こんあのまた涙出ちゃうんだけどお留守番、あなんか仕事してるとさ、お留守番させることがいいわけじゃない、うんうん、お留守番ばっかりでこんな一日中楽しめるのに、うん、だったな。そうか、ドッグカフェというかカフェも体験した。あ、そうそうそう、初体験だらけ。そう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 、楽しかったね。うわー、こんなだったなと思ったらごめんねと思ったら涙が止まらなくてねごめんねの涙だったから。そうでもこんなことを知れば、うん、お留守番もしょうがないお仕事してるからね、うん、お留守番してでも楽しいことも入れてあげることができるなと思って。そうなんですよ。そうすると何が変わるかっていうと、気持ちが変わったり関係が変わったり。そうなのよ、ね、あのね、自分の我が子の、我が子じゃないけど思ってないけどあの愛しさが増しちゃったのね。そうなんだよ。あらと思ってびっくりしちゃった、その自分に。そうなんですよ、そうなんですよ。だからそのあの決して関心がないわけじゃないと思うんですね、世の中の飼い主さんってね、うん、だけれどやっぱりまだまだ知らないことがあるんだなっていう意識だけ。だってね、知るきっかけがないのよ、うん、そうですね、うん、そう、ただそういうきっかけは、まあ、例えばこういうメディアだったりいろんなね、うん、あの、まあ、イベントだったり場所や機会って結構あるから、うん、そういうところに関心を持ってやっぱり参加してみたりとか、うん、見に行ってみたり聞いてみたりっていうことをやっぱりね、そう、関心を持ってほしいの、もうちょっとね。あと改めてね、ミチーナのことがねすごいと思ったよ。あら、あのね、いや一応周りにビジネスで関わってる方とか知り合いだっていろいろいるけど、うん、みんないいよね言っちゃってね、うん、言っちゃうよ。名前ダメよ。あ、名前はないけど適当にいいよって言うのあるんだけど、ミチーナの言ういいなはさ、本当にいい場所をさ自分も体験して、うん、身をもってここだっていうところをいろいろ体験して、ここぞってことで繋いでくれるじゃない、うん、そうですね、それもね実感した私ね。別に昔からなんですこれ。あ、自分のその仕事のスタイルとして、あの自分が責任持ってね、本当に自信を持って大丈夫って言えるところ以外は人もね場所も仕事も紹介しない、うん、素晴らしいわ。まあ、それが信用だったり、ね、あの繋がっていくしね、やっぱその人の幸せにもなっていくから、いい加減なことはしないですね。私もいいとなったら宣伝するよ、うん、だからね、そういうところは分かるとさねえ、知らすよ、言いたくなるでしょ言いたくなる、ね、一回行った方がいいよって思うもんね。とりあえず一回行ってみる、なんかこう体験してみる、見てみる、聞いてみるでもいいと思うんですよね。もうね、本当だからよく言うんだけどさ、あの渋谷のサロンもあるけどね、明日ね、うんうんうん、そこでもまた話そうと思ってるんだけど、それを知ってるか知らないかで、何かあった時にね、その子を助けられるか助けられないかっていうことにもつながっていくことってあるんですよ、うん、あと前準備ね。前準備、私はもう10歳を機会にずっとね、うん、ミチナたちからいろいろ聞いてるから、10歳超えるとね変わるよって、うん、前の子が9歳なんで亡くなっちゃったから初めての体験なのね、うん、この年齢重ねていく子を見るのって、うん、だから予防って大事だよね。大事です ね、 ね、やっとけばやっぱりあのケアしていけるしさ、うん、気にしてあげられるもんね。そうなんです、うん、よかったね、カフェの森子だったよね。すごい一日だったもうぐったりしちゃってね帰りでジー君だからすごい頑張ってさ楽しそうにしてんのに、なんかもう全然魂が抜けてっちゃってもうエネルギーが私さ、あのカフェでパンダ見てるね写真ちょっと何枚かの何枚かにしましたよ。ちょっとそれ以外はこれね高評価できないなみたいな緩み方だったのであの削除しておきました。 ありがとうございます。気を使いましてね確かにもうね、もう沢さんでしたね。そうね、だけど制限かけちゃうのも飼い主さん次第だから、うん、そうだよね。だってあの子がちょっとちょっとこんなに情報あるけど母ちゃん連れてってよってわけにいかないもんね。私だよね。そうです、そうです、ね、今
保育はそうだ、ワンコじゃなかった、うん、飼い主だった。そうなんですね。そのための渋谷サロンですからね、ワンワン組。そうだ、明日からです。ワンコがいる人いらっしゃいませ、うん、ワンコ来なくてもいいけど飼い主さんが勉強しないとね。そうです、そうです、ね、そんな楽しいクラスをね、はい、はい、いよいよ明日ですね。そうなんですよ、なんかゼロワンニュース先になっちゃいましたね楽しみにしててください、あの、うん、新しい先生なんかもねどんどん紹介していこうと思うの、うん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 、多分経験したことないこととか、うん、あのこんなことできたらいいのに、やったらいいのにって思う人たちをそこに集めるとかね。だからあれでしょ、先生だけじゃなくて、うん、本当に私たちがやろうとしているワンワンマーム、ありがとう言っていいの？いいよ。向こうがチェンジでしょ？そうそうそう。あのね、プロの人たちだけじゃなくてね、うん、なんかやっぱ一方向じゃなくって、例えばキリンさんなんてさ、うん、あの手作り食始めたりとか、うん、そうやっていろんな自分で知ると自分なりにキリンに、私ねリアル体験者だからね。そうだよね、アレンジしていろいろ自分のものにしていくじゃないですか、うん、だからそういうことでね、うん、ものすごくプロフェッショナルな、例えば、うん、域に達してる神さんたちっていうのもいっぱいいるんですよ、うん、いるいる。で私はそういう人たちからインスパイアされしたりとか、もうねいろんな刺激をもらったりしてるので、みんなで作ればいいのよ、うん、その情報の、元をね。そうそう、でそういう人たちはね勝手に、うん、あの私があなたワンワンマーム1号とかって言って決めてるわけ、うん、えそのうち私だんだんあのそのタイトルつけてあげるから。ありがとう。あったらね、うん、そう何か置いてくるから。そうで、そのカイリさんたちに、うん、そのサロンをね参加してもらおうと思って、で私おうちでこんなことやってるんですっていうことをそこでお披露目してもらう、お披露目の場とかにねしていこうかななんて、これ絶対ねコンテンツにしていきたいと思ってるんで。いいね、もうね楽しい。ホームページもできるし、ね、あもう何でも言っちゃうんだ全部なんか今日ボロボロ出ちゃうね秘密がなくなってきちゃったね、そうそうそう、やっぱりあのプロの人たちがやってることってどうしても、うん、いやあの人だからできるんでしょとかね、うん、難しいよねって言われがちなんだけれど、飼い主さんたちが同じ飼い主さん仲間がやってるとなれば、うん、私にもできるかもしれないって思うかもしれないし、ね、さっきの私のコーナーじゃないけど、自分でね自分の ところに持ってきて自分らしくするってね、うん、なんか大変な作業っていうことになってるわけよ、うん、でもそれが普通のことだから、うん、やれるようになればどんなプロから聞いてもね、うん、どんなマニアックなこと聞いても、うん、自分のそこに大事な必要なところを入れていけばいいっていうやり方になればね、もっと情報がね行き交うんだよね。だからよくあのキリンさんも話してますけれど、うん、こうじゃなきゃダメっていうあの先生やプロはね、うん、ダメダメダメいやもうね必要じゃない。本当そうなんです。やっぱりその子その子そのおうちおうちに合ったやっぱりやり方とかね、で最終的にはね、あるから、うん、最終的には飼い主さんが決めることだから。そうですね、そうです、選択すればいいことで、うんね、人と同じでね犬もみんな個性があります、ね、あのこのやり方が合ってるっていうやり方が必ずあるから、うん、そのヒントになるような情報を渋谷のサロンではいっぱい発信していきたいと思います、ね。明日もすっごい盛りだくさんなの。なんかや自分で作ってみてプログラムにしてみたらこれすごいみたいな、時間が足んないわみたいなね。早口でいくっす一応ヘッドホンとか持ってってみようか、うまくいくかもしれないさあやるよってピエのマミちゃんも来てもらおうか時計を入れて、時計はいいいんですとか言うねえ、そんな楽しいクラスにしていきたいなと思いますね、うん、よかったですケンさん喜んでいただけて。いやもう次どこ行く なんか次元から聞こえるのが次どこ行くって本当に、うん、なんかきっとまた楽しいことが始まりそうだなって言ってる感じがするからね、うん、10歳だからとかさ、なんか病気があるからとかさ、うん、なんかあんまりそういうことにとらわれずにね、よく自分の子見てあげると ね、うん、いけるかもとか。大丈夫大丈夫、プロの人はねいろんなバージョンを見てるから、うん、病気があろうが年いってようがそこからのスタートをちゃんとさせてくれるから、すごくフラットですよね、うん、笑っちゃった。もういきなりなんか前から来てたような場所になっちゃったいきなりおしっこしてるし立派でしたよね、うん、私はそのキリンさん見てて楽しかったお裾分けしたいですね。本当ですね、うん、はい、じゃあこのまま、例のコーナーに行きましょうか、はい、じゃあゼロワンニュースここまでにして、ワンワン物語、今日
今日はね、はい、先週お話をしましたちーちゃんとエル君のね、うんうんうん、問題カップルデニットを一緒にねお家に来ましたよってお話しましたけれど、なんとそこに3番目の子として乙女ちゃんっていうね女の子がね譲渡されたんですよ、1年前かな。なのでその子はねやっぱり愛護センターから収容された子なんだけれども、保護された時から怪我をしていてね、犬ってねやっぱりお外をずっと放浪してたりとかするとご飯食べなきゃいけないじゃない、餌を取りに行かなきゃいけないし、危険な場所でも行かなきゃいけない、リードがついてるわけじゃないから、で自分で判断して行動しなきゃいけない。ワンちゃんが野良になった時って世間で何を食べるの？だからどこかに何か食べるものがないかなって探しに行くでしょ、人里の方に行ったりとかってあるじゃないですか。でそうすると何が起きるかっていうと事故が起きるんですよ、車の衝突事故があったりね。お願いしちゃうでね、乙女ちゃんはね左だったかな右だったか足がねもう多分骨折していて、もうほとんど機能してない感じで固まってしまっていて、あ固まってたの、うわねえ、そうでちょっと病気もあったりとかして、まあ、そんな状態でそれでもね保護されてね、運よく保護されて、でそのちえちゃんとエル君のママのところに保護先預かりさんのお家として、そうそう保護されて、で里親さんを探してたのずっと。でもねやっぱりそういう子ほど気持ちが入るって分かります？すごく辛かったし、今までね大変だったと思うし、苦しいこともいっぱいあったはずなんだけれど、やっぱりひたむきにね犬ってすごいのよね、愛情をこう手向けてくれたりするもんだから、ちえちゃんとエル君のママだからさね、そりゃそりゃそうだねなるほどね。そうで、まあある一定期間募集もしたんだけれど、なかなか譲渡が難しかったこともまああってね、で結局その乙女ちゃんはちえちゃん、エルク、乙女っていうね3頭の兄弟になって今お家で暮らしてるんですけどね、さっきお写真見ていたのですごくいい笑顔だったでしょ、ね、そうやってあの子なんかもう成犬ですよ、成犬で外を放浪していろいろ苦労もしてきた子だけれども、年月を経ていくとああいう風に ね笑顔で笑うようになるんだななんて思いますよね。先の2人からねすごい面白いメッセージが来るんだけどね、メッセージがっていうかどういう感覚かっていうとね、ちょっと遠慮がちにその家にいたところに、乙女ちゃんが来たことで乙女ちゃんに分かってもらうようにいいんだよって、ここで自由でっていうのを再確認してさあみんなで仲良くやろうみたいなねなんかそんな感じチームなんかちょっと、お互いにこう遠慮がちにいた二人なの、その家にね、保護犬ってね、お金少なくねあります、そういうところどうしても。でもこの子を最後の3番目の子に分かってもらうために、説明するっていうか大丈夫大丈夫って言ってたのは大丈夫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 って自分にも言って、あやっとなんか安心した場所に本当になったみたい。よかった ね保護に迎える時のね、なんかやっぱりメリットデメリットみたいなことを書いてる情報サイトなんかもあるんだけれど、本とかね、かその中の一つで成犬を迎えるっていうのはね、成犬と家族になるっていうのは時間もかかるし難しいこともたくさんあるんですよ。特にそうやってね、センターで保護されてなんていうプロセスがあった子は、とっても複雑な心境だと思うからね、そうやって犬同士がやっぱりそうやって教えてくれたり伝えてくれるっていうのがいいですね。私は経験ないけど、多頭飼いってその良さもあるよね、見てごらんミッチーナの家を、本当子犬が来た時の連携プレー教育係甘やかすタイプとかね、いろいろ出てくるよね。そうそうそう、でちゃんと育てるもんね彼らは、何にもしないもん私ほんと勝手にトイレも覚えるし勝手になんか何でもかんでもほんとほんとほんとにやってくれるからね。だから私たちが及ばないようなことやね、人間ではもうとてもできないような成し得ないようなことを彼らはちゃんと本能でね教えるわけでもなくやってくれるんですよね。叱るべきしてじゃあ行った感じですね、そこのうちに。そうだね、だから乙女ちゃんだけのだけが良かったんじゃなくて、上の二人にとってもすごく良かった。ああ良かったね、乙女
ママもパパも素晴らしいんだもん、本当に良かったです。さっきの写真も見てね、私少しまた安心しました最近の写真か。はい、もうつい最近です、うんうん、はい、いいご縁でした ね、はい、そんなわあちゃんが一頭でも増えてくれますように。本当そんなお手伝いができるなんて。そうだね、そのためにね、このチャリティーグッズもウーさんも頑張ってますから。しつこいですよ、うん、何百回だって言うんだから。で今回本当にね、おかげさまでというか、うん、初めてなぐらいノートが売り切れましたまあ、ね、100セットしか作らなかったからっていうのもあるんだけど、うん、ただいま 500枚を追加注文しました。増刷中、初体験ねえ。ノート使いやすいですし ね、デザインもすごく可愛いですし、やったみんなに少しずつ浸透してきてることもあるかもしれない。そうですね、嬉しい、嬉しいね。いいことがいっぱいあっていいですね。いつか日の目をと思っておりました苦節10年ウーさんとのね、付き合いは長いんですよ、ね、あ、その前からですもんね。そうです、うん、2000年からですから、うんうん、よかったね、やっとあの日の目を見てさ、こんな感じ悪い目でもね、うん、これが続行になっていただけます。なんか誰かが書いてましたよ、あのなんかね感じ悪いんだけどね、気になるって嬉しい、あーハマっちゃったねっていう感染力強いからお気をつけをしますね。で、あのこのグッズと一緒にね、お写真を撮っていただいたお写真をみんなにお披露目する、実はね、Facebook のグループやページもね、密かに始めて今準備してますので、楽しみにしててください。あ、ラシ君もさ、テシ君とこのラシ君でかい恋だ。あ、そうねパクとかさ写真ぜひ投稿してください、ね、でコンテストやろうと思って、ね、定期的にねプレゼントしちゃう。そんな時出しちゃう出しちゃう、なんかを楽しいことがいっぱい、もう盛りだくさんなクリスタルでございますよ ね、皆さんもぜひ参加していただいて、レインボードッグ応援してください ね、お願いします。はい、ありがとうございました。ワンワン物語でした。